ンスで笑顔でこうカバーしようと思って今日はちょっと笑顔笑顔目に <laughs> ニコニコで頑張りましたそうですよ今度ねあさっての劇場公演かな19日の劇場公演は全員でツインテールします「木曜日は漏れます! <laughs>」大丈夫。 で漏れてないよ、ほら。でもその分ね、今日ね、パフォーマンスのスマイルで頑張ったので、大丈夫です。お花ありがとうございます。ツインテール発動。<laughs> あれね、なんかさ、ほんとに私変な人みたいじゃない。<laughs> うん。はい、特権が。 私にはあったのでここで使用させていただきましたでねえ生祭がね結構始まったりしててなんか投げ控えてる方とかいらっしゃるかもしれないんですけれどもあさってはねめったにないツインテール公演なのでもうメンバーも本気ですのでぜひお越しくださいお花ありがとうございます、うん、あっファ 観客のファンの皆さんは、えー、髪型自由なんですけど、まあ、一緒にツインテールとかしてくださったら嬉しいなと思いますありがとうお花とハートありがとうございますそうツインテール縛り公演初めてじゃないの GT どうですか統計迷う,迷う <laughs> 1>, 1年半ぶりあ本当に嬉しいやったーいいねありがとうそろそろ行きたいだっておいでおいでやーあちょっと配信は23時頃までにしたいと思います明日オフだからさなんか夜以外にも配信しようかなって 今のところ思ってます <laughs> かエりちゃんツインテル似合うえ本ほんとにから楽しみありがとう日曜日久々あ日曜日日曜日って私いるのかないるか <laughs> いないかいるかそう配信お花ありがとう <laughs> 花束あとありがとう ね、劇場公演の予定がまた出たのかな何待ってたよありがとうあ言いはります私はいよろしくお願いします多分私あのコンサート23歳になってからかなコンサート終わってから全部リバイバル公演に出演させていただいているような気がします本当かな そうなんですうん、ケイリーちゃんお花ありがとうございます大金賞です次こそ生誕って投げ控えの日々 <laughs> えー、そうだみえいや違うよ投げ控えなんてしなくてもねみんな入れるよ <laughs> 私の生誕祭は 控えてくれてる方いらっしゃるのかな、うん、わかんないけど控えなくてよし本当に絶対大丈夫だよ本当に信じて絶対に入れるハートありがとうございます全然大丈夫控えなくって <laughs> 本当に大丈夫入れるよ うん。こんばんは、そう、絶対大丈夫。<laughs> 絶対に私の生誕祭は投げ控えなくて大丈夫です。控えてないで投げまくったそうだよ。信じて。<laughs> 可愛い、ありがとう。 今回行きたいな。前回行けなかったから行きたい。ぜひおいで。全然大丈夫。ねでもさ、近々できるとも限らないじゃないですか。公園楽しかった。あさってけたら行け。ありがとうえ、もしかして今日のツインテールを聞いてきてくれるのかなありがとう。カイリーちゃんかわいいね。ありがとう。なんか今日は個人的には前髪うまくいかなかったり、いろいろなんですけど。 うん、でしかもさそう生誕祭今月,ん今月来月やるかどうかもまだ分かんないじゃないですか。それならねどうしますか来年のさ <laughs> 2月とか3月とかだったらさねすごい控えることになってしまいます。 今生誕祭申し込みを生誕祭のための申し込みを控えるか控えないかっていうお話をしてるんですけど来年うん,うんうん来年かもしれないわかんないけどもしかしたら。 来年の冬とのかなあありがとうだから全然今は控えなくて大丈夫うん 久しぶりの最善ありがとうわ、くまありがとうございますくまくまだから安心して押し補正ってあ,あるんですかねわかんないわかんないわかんない うん、ちょっとじゃあ,、まあ全然控えなくてもあの入れるけれども、まあ、念のため控えたいなという方がいらっしゃるかもしれないので私があの生誕祭の日にちがなんか決まりそうなような気がしたらちゃんとに <laughs> にわせるかも匂、うん、わせるのでまだまだ控えないでください。 まだまだえだって多分年内にできないと思うのではい控えないで来ていただいて大丈夫で待ってますね、うん、あーどうやって匂わせようかななんか右手をグーに <laughs> 私がじゃあショールームで こう…右手をこうグーにしてから4にしたらえーまあその生誕祭が近いかもしれないみたいなこれでお願いします。んで絶対忘れてそう私は <laughs>。 忘れそう <laughs> なんか分かりづらいってえ分かりづらいかなえなんかさ野球とかでもあるじゃないですかこうサインみたいなそれを真似したんですけどバレーボールのサインみたいなえ確かにこれ忘れるねお花ありがとうあ忘れちゃうわ <laughs> けど本当にまあ遅いと思っていただけたらそれだけまず今月はしないですはい今月はうん右手グーからの4 <laughs>。 <laughs> 何の言うんですかこれそうすぐにはやらないっていうことですうん待っててねこんなに治ったよ でもみんなに開けてほしい日が一日あるでもその一日はいつだかまだね言えないのパハーあの公園じゃなくて <laughs> そうまだ言えないの。 早く言いたい苦しい <laughs> すごいいつでも開けるよワクワク平日悠久待機ね本当にみんな優しい悠久、ね、ってさ何日あるものなのなんか私に使ってくださるのすっごい嬉しい 嬉しくないですかだってさ自分のために有給を使ってくれたりさもともとあったお仕事とかをなんか <laughs> そう調節調整してくださるのって本当になんかもう推しメンを愛してなきゃできないことじゃないですか。うーん 本当に嬉しい嬉しいな有給…あ二十何日ぐらいあるのかへえどこの会社もあるのかなあ、そういえばさなんかインボイス制度とか <laughs> 始まりましたよね インボイス制度、え、有給帰り多分ないですよ。インボイス制度よくわかんない。わ <laughs> かんないくて、なんか日野が教えてくれたですけど、難しい。 毎年20日。うん。ねえ、どうしたらいいの <laughs> 私は。わかんなくて、ちょっとまた後で調べなきゃ。と思うてる。難しい。 難しいよね。うん。みんなに合わせたらいいかな <laughs>。と思っちゃった。そうなの、私、個人事業主なの。個人事業主って寂しい、なんか団体がいいな。<laughs> うん、誰もありがとう。ハっありがとう。そう、立派な個人事業主。代表です。代表。ハトありがとうございます。会議代表。 だからみんなの真似しようかなって思います。パンで私、あの、前もさ、公園で言ったんですけど、アルバイトできるならね、ガソリンスタンドがよくて、ガソリンスタンドの、ガソリンの匂い大好きだから、あれ、鍵に、ガソリンスタンドでバイトしたい。お花ありがとう。ハートありがとう。皆さんはさ、アルバイト、 危ない危ない <laughs> 飲まないようんオーライオーライ発射準備オッケーみたいなうんあなんか確かに嗅ぎすぎるとどうなるんだろう お花ありがとう。だるまありがとう。うーん <laughs>。軽自動車に軽油入れそう。なになに違うの嫌な。種類があるの。あなんかさ、レギュラーとかありますよね。ハイウォークみたいな。なんだっけ。レギュラー。 オーガニックみたいな。ねあるよね。なんだっけ。ハイオクか。<laughs> 歩かせちゃった。うん。そう。それはさ。 車によって違うってことなのかなんか私の父と母も同じ種類なんですよそのガソリンうんー <laughs> ああ そそうそう車によって違ういいねありがとう車によっていいね <laughs> いっぱいいねしてくれたありがとうおガソリンの応援うんあれはあのー、ストーブは軽油ですかね外車が廃屋あそうなんだやっぱり さあ海外の車ってさああ待ってやばいあ軽油かあじゃあ灯油かやばそうだいや灯油だ合ってるみんなが合ってる <laughs> 危ない最近さあ私ね今日ね 朝,朝お昼ご飯に肉まんをコンビニで買ったんですけどびっくりその肉まんがね140円ぐらいしたんです覚えてないけどえ肉まんってこんなに高かったのって私が知ってる肉まんはもう110円とか120円だったんだけど値上がりしてるんだと思って。 肉まん私大好きだからなんか黙ってそうやって値段上がって寂しくなった <laughs> ハトありがとうございますそう肉まんがそう特選肉まんじゃない普通の肉まんが高かったのうんそう私肉まん大好き 新潟って肉まんにあなんかソースつけて食べるみたいなコンビニとかではそのまま食べるけどなんか私のおばあちゃんが肉まんにソースつけて食べてるうんびっくりしたあそうあの何ブルドッグのソース 肉まん本当に美味しい私肉まんの何が好きかってなんか白いパンの部分なんかあれさなんでだろう特別あの白い部分味がするわけじゃないのになんでそんなに魅力的なんだろうってなんで私もそういう人になりたい。 ちなみにえ私はノーマルの肉まん派ですお肉の肉まん派ピザマンも好きだけど普通の肉まん派こんばんは皮がおいしいソース そうもう本当に肉まんの皮が好きぜひあココイチだっけ551ココイチ食べたことないんですよこんなにさ <laughs> 肉まん好きと言っといてなんかあのココイチを変えるタイミングは今までで人生で3回ぐらいあったんですよあの握手会とかで大阪にお邪魔した時とか プライベートでねあのユニバーサル・スタジオ・ジャパンにお母さんと妹と行ったんですけどその時とかなんかねでもね並んでたりねあと時間がなかったりもろもろあって買うタイミング逃してるの毎回が関西次行ったら絶対に食べるって決めてる絶対に けど最近さ関西に行くお仕事ないのではいじゃあちょっと関西の皆様 <laughs> NGT48 お呼びくださいお願いします食べたいよまあそれかなんかさあれでもいいなって通販ででもいいそれぐらい食べたい 横浜中華街はあなんかね横浜中華街は1回だけ行ったことがあるの1回学校ででもなんかお金なくて <laughs> 小学校ぐらいの時かなお金なんかあんまり持ってなくて何も買えなかった <laughs> まあ今なら 飲み物ぐらい買えるかな。いや、修学旅行じゃなくて、修学旅行は関西だ。あ、じゃ、佐渡だ。佐渡だった。だるまありがとうございます。あ、そう、パシフィコと近いよね。え、ね、え、行きたいよー。 あとなんかそういう外外に行きたい京都のなんかお店がいっぱい並ぶところとかあそうなら京都も修学旅行で行きましたと <laughs> オンラインでここ一応を食べたいと思います 佐渡だったんです小学校の時先イントリーとかしましたそう新潟の小学校佐渡多いですよ妹も佐渡だったえー、あココイチってカレー屋さんあそうなんだ551か。 なる,ほどなるほど。今日もみなさんに話したいことが話せた気がするのでここら辺で終えたいと思います。 ありがとうございました明後日はね劇場公ツインテールでと <laughs> 統一されてますのでお楽しみにかりすっぴんすっぴんじゃないちょっとまあ落ちちゃった嬉しい当日券狙うってありがとうよろしくねーではランキングをお読みします ヒロナさん、マタさん、ティダカンカンさん、ミヤパンさん、ロヒーさん、ニシタムさん、モリモリさん、ヤナさん、高見さ,さん、テラちゃんさん、エンドクリッシュさん、高司さん、そして一はエチゴンさんです。ありがとう。もうご飯食べちゃった。もうね、今日はイクラ丼とカップラーメンっていうほんなんかつもはいすごい組み合わせ。 <laughs> ありがとうございましたいい夜見てねみんな